猫ちゃんシャンプー、ポンさんがやったら雑やから。けど雑や言うてても多分アンチは叩きますよ。いけます、いてます、いてなさそう。いてないんじゃん。うん、まあ、一応念のためにね、うん、一応、それこれ入れた後ちょっとケージに入れて、うん、ここに風呂に、お風呂場にケージ移しますね。いてる？いや、見渡す限りそんなないもんね。毛にも付着、うんこ、なんかついてないでしょ、粉。ないですね。意外と大丈夫かもな、ね、まあ、一応ね、年には年で、シラミで難儀やいうことで、卵を、串がなんか入れます？串あった方が。何がいいかな、普通の串。飲み取り串ないんですかね。どうなんだろう、なんかあるよね。目の細かい。はい、シャンプー。おとなしいね。うん、あのちょっと、ね、首つまんでるんです。まあ、もう一回検査してなかったので、注射してないから、注射とか、なんていうか、スポット。おとなしいですよね。怖いね。僕がやったら、また雑や言われるからね、絶対に。そんなしかけるんですよ。いきなりもう、それをザーかけそうなんだけど。あれちょっとかわいそうです。そうですね、前のやってたら多分まだ言われてんやろね。おそらく言われてんね。あ、そんなしかけるんですか。いや、まあ、猫やから、うち家の子はもうちょっと雑ですけど、おとなしいね。これですよね。こういう、こういうってますよ。いや、なんか暑くなってきたんですよ。なんで、なんで。ここになんか、あ、大丈夫、大丈夫。そうそうそう。僕、初めてまだお湯出したことないし。怖いね、ちょっと待ってね。おとなしいんだけど。よっぽど怖いね。ママから話して。まあ、こんな感じで、ここ。はい。おとなしいなお前、賢いな。こんな時からお風呂慣れてたらだいぶ慣れんちゃうねえ、みんなね。ねえ、お風呂好きやなお前。ねえ、好きかわかんない、怖いだけやけど。怖いな。好きじゃないと思う。何されてるか分かってない。ここでなんかシラミ飛んでいく言うけど、飛んでないですもんね。なんかお湯つけたら飛んでいくんですよ。シラミっぽいのを見てない、浮きみたいなのもないから。ないね、うん、もう取れてんかな、けど取れてるかもわからんね、うん、大丈夫かもわからんね。女性で男に、なんかちゃうみたいね。女性と男にしてないね。してない、おとなしいな、ちょっとなし。
怖いな、ね、怖いよ。綺麗に乾いてきましたね。タープの早ないですか、これ。これってタオルの線。え？行け。出てきました。卵を落としたらね。どれ聞いてます？ホットクーラーうるさいから、ね、バーって。これってね、うん、自然に取れるかな。どうですか？いや、わからん。色。あの縫い目。あ、縫い目取れますよ。はい、まあ、そこがどういう、まあ、あれしてるかよね。縫い目でしょ、シューズの。ね、こんな感じで、はい。モカちゃんね。モカちゃん。怖いね。まあ、この子はもう、あなんか、薬してるからね。多分落ちていってる子を流す程度。噛まるようにしてるだろう。いけます、もたない。流し程度です、ね。おとなしいね。前の動画でこの上からスタンプするみたいな、流すだけでいいんですよね。もうこういう子はこれしかできないんですね。ある程度ね、できたらいいから。ただ虫を落とす、あ、ついてる虫を落とすいう感じ、うん、はい、ね、大丈夫。怖いんだ。まあ、湯で当ててたら逃げていってると思う。鳴かないね。鳴き声ね。鳴かない。生まれて初めてのチャンプ。まだレオちゃんでも経験してない、ね、レオの兄弟が先に経験してるという。でもあの、その網入れるときも噛まないしね。ちょっとおとなしいですね、うん、いけます。これ広いからまだええでしょ、ここ。ねえ、やりやすい。これ洗面台広いの、風呂ちっちゃいです。ちっちゃいでしょ。乾くの遅そうやね。まある程度、はい、あのやって自分で舐めさすのがいいんちゃう。完全に乾かします。まあその方が落ちるみたいけどね。
タイヤ僕落ちてると思うけどね。あ、そう、僕もね。今日にします。行きます。この子は死んでる思うけどね、家族。でも、すごい水が濁ってました。濁ってました。汚れてる。ああ。初めて飲む。やっぱりレオちゃんでもあるたら汚れてるんですかね。そうなんですか。レオちゃん見れなかったね。ちょっと思い切ってレオちゃんもこれでやり方でちょっとやってみます。おとなしいね。びっくりやね、これ。モカちゃんでしたね。モカちゃんおとなしい。やっぱりほんなまだ入力出るいうことやね。え、飲んでました。私来た時、開けた時、あ、飲んでました。出たとか吸ってました。出てるようでね。出てるかわかるんですね。リングじゃん、吸ってるだけ。新しくしたのに。入りなさい。入りなさい。おい、入らない、入った入った。子猫ちゃん、子猫ちゃんは入るよ。入りなさい。おいで、おいで。パソコン行きます。行きます。おいで、おいで、おいで、おいで。お母さん、行き、はい、行きなさい。これまあ、またちょっとだけね、ここで過ごしてもらおうかなと。扇風機つけましたね。扇風機、これオンな、今オンになってるけど、あれ電源これでねやります。はい、切れたりねしますね。はい、こんな感じね。はい、以上です。これはね、一番暑いね、1時過ぎから30分後おきに着くようにね、1時30分、2時30分、3時30分でね着くようにしてますね。これ風がチューって当たるようにね。今ちょっとこれオンにしてる。これオンにしたらこう入るんやけどね。これ常時入るやつ、ね、あれ入れんね。ね、これね、風がちょっと風がね効くはず。全然ちゃうと思うけどね。